ゆでこぐれです。さあ、今日はですね、8月11日16時、ゲオの決算発表がありました。ゲオといえば、リユースショップのですね、ナンバーワン企業なので、リユース業界としては非常に注目の決算内容だったと思います。では早速見ていきたいと思います。こちらがゲオの2021年3月期第一四半期ですね、の決算内容となります。今回ですね、結論、ざっと見た感じですね、絶好調でしたね。売上高が 29.6% アップ。で、営業利益がなんと 36.7% アップと、コロナをものともしないというよりもですね、コロナの巣ごもり需要、ここにうまく乗っかって、販売が好調になったと。でですね、セクションごとの売り上げ見ていくとですね、新品が127億6500万もアップしてると、ぶっちぎって伸びてますよね。これはもう完全にゲーム関連の新品商材の売り上げが伸びたということと、この時期で言うと、集まれ動物の森、あれ大ヒットだったじゃないですか。あれにうまく乗っかった形なのかなと思います。他のレンタルとかはあんまり伸びてなくて、リユース系リユースと、メディア系リユースって書いてあるんです。ここは微増って感じですね。で、そうですね。新品とレンタルと、リユース系あるんですけど、ゲオの定義で言うと、ゲオの取扱商材の確認を改めてしますが、リユース系リユースっていうのは、服とかアパレルですよね。とか、あとはブランド品とかです。なので、セカンドストリートとか、あとは去年買った、買収したオークラ。ここがジュエリー、ラグジュアリーブランドやってるので、オークラさんとか。ここがリユース系リユースという定義になっていて、で、あとはゲームといえばゲオみたいなところがあるので、ゲーム系と、あと最近だとゲオモバイルですよね。なので、携帯とか、PC とか、そういったところがメディア系リユースになっていると。あとはレンタルと、新品。新品ももうゲームが印象強いかなという感じですかね。で、先ほどのスライドに戻ると、改めて新品がかなり伸びたと。営業利益で見ていくと、もちろんね、新品がめちゃめちゃ伸びたんで、営業利益も上がってるんですけど、メディア系リユース、ここもですね、なんと12億も。伸ばしてると。で、メディア系リユースって、さっき言った通り、新品でゲームが伸びてるから、メディア系リユースのゲームも伸びたよねっていうところと、もう一つが、携帯とか iPad とかね、PC とか、中古 PC とかもやってるんで、これ個人、法人、仕事でめちゃめちゃ使うわけですよね。このコロナで。いわゆる、在宅ワークも増えたわけなので。なので、そこの、個人、法人、からの注文が伸びたと見えますよね。逆に、家から出ないんで、あまりみんなおしゃれとかしなくなったわけですよね。なので、服とか、着ていく需要がないので、なのでその分、ここの部分はシンプルに落ちたのかなと思います。で、そのセカストの売上推移なんですけど、緊急事態宣言中ですね。ここが思いっきり落ちてはいるものの、緊急事態宣言が明けてからは順調に売り上げが回復してきていると。なので、第2波とか第3波が来ないければ、このまま徐々に落ち着くということであれば、セカストの売り上げもだんだん戻ってくると。で、資料にもその辺は載っていてですね、別にこの、一時的にセカストの売り上げが落ちたからといって、セカストの出店計画は止めないよと。今期中に海外の方でも3店舗の出店を予定してますよと。で、私が注目しているのはですね、ここですね。このリユースラグジュアリー部門の強化。オークラを買収したところですね。ゲオってリユース業界では今ナンバーワン企業なわけですよ。ゲーム売るならゲオって感じなんで、ゲーム系は国内トップクラスであると。で、ゲオモバイル立ち上げて、で、中古携帯領域もトップクラスだと。で、もちろんセカストがあるんで、古着もトップクラスだと。で、一方でですね、リユースって今、日本に37兆円眠ってると言われてるんですけど、携帯で大体2兆円と言われてるんですね。で、このラグジュアリー部門ですね、ブランドバッグとか、高級時計とか、このあたりが眠ってると言われてるのが、16兆あるって言われてるんですよね。だから、リユースの眠ってるものの4割ぐらいが、このリユースラグジュアリー部門なわけですよ。で、ここゲオ薄かったんですよね。今まであんまりここ攻めきれてないよねっていうところで、そこへ来ての、大倉さんの買収ですよね。この領域って、もうすでに、米表さんとか、あと、なんぼ屋さんとか、もいるんで、で、ここを、取りに行くと。間違いなくこの領域でもトップを狙いに行くと。その意思表示ですよね、大倉さんの買収したっていうことはね。大倉さんもともとここの部門で128億持ってますから、
なのでここの大倉の買収を皮切りに、まあ、この領域でも、まあ、トップを取りに行こうという、まあ、その姿勢は、まあ、リアルと見えてくるわけですね。7月かなに実はジャンパラさんが、やっていた、ラグジュアル系の店舗でいうとロコシーラさんっていうのがあったんですけど、あそこは撤退したんですよね。まあ、撤退理由としては リユースラグジュアリーってインバウンドでの販売がすごい多かったんですよね。でこのコロナで、まあ、インバウンドもぐっと減ったんで売り上げがまあ思いっきり下がったというところで、まあ、ジャンパラさんはまあ本来得意ないわゆるガジェット系の方にまあ集中するっていうところで、まあ、今回ロコシーラーをまあ撤退したと。で、じゃあその撤退したね、まあ、5店舗あったんですけど、その撤退した店舗どうなったのかっていうと、今5店舗中4店舗が看板が今大倉になってるんですよね。話によると、ロコシーラさんのタフとか、あとロコシーラさんの在庫も大倉さんが引き取ったっていう話なんですね。なので、もうある意味、そのロコシーラの事業譲渡に近い形で、今、大倉さんは拡大していると。まあ店舗出店計画をどんどん進めていっているという感じなので、明らかにこのコロナ禍の中でも、このリユースラグジュアリー部分は、業は仕込んでると。今後もですね、ここの部分、コロナの収束とともにですね、かなり数字作ってくるんじゃないのかなというのが、まあ、想像できるというところで、ますますですね、このリユース業界の中で、業の存在感というものは強まってくるんじゃないのかなと思っております。ということで、まあ、本日はゲオの決算速報でした。はい、それではまた。